Here I go on a stereo craver. We tell them to let the devilish baby and see the savior. You understand? Watch an ask a Japan and pronounce a craver. Stay so AKA. A murder. はい、始まりました関西レゲエ年表シリーズ、前回のヤンベジャイアントスイングフロム奈良に続いて、今回のゲストはフロム滋賀から来てもらいましたミスターホーリーフロムホッシグナール。ヤマンビゴッポオーバーピーミジェネラルミホッシグナールミ出会いの。ヤマン。今日はよろしくお願いいたします。よろしく。はるばる滋賀から大阪選手ヤードコアスタジオまで来てもらいました。今日は堀に、はい、まあ、滋賀のレゲエシーン、そして滋賀から見た関西のレゲエシーンのお話、はい、いろいろ聞かせてもらえば、話できればと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあ、まず最初にゲスト全員に聞いてるんですけど、はい、堀が最初にレゲエを聞いた時のこと、はい、覚えてたら教えてほしいんやけど、最初って言ったらどれぐらいになるんかちょっとはっきりとちょっと覚えてないんですけど、10代後半ぐらいとかに、まあ、京都のあれ全国なんですか、イズントイットってあ、イズントイットありますかよね。あったあった、あれ京都、大阪南にもあったよ。これは京都にイズントイットっていうのがなんか2つあって、木屋町のほう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 、で、よう遊びに行ってたんですよ。おうおう、まあ、けど言ってももういろんなもうミックスポップな、おうおう、あの洋楽がいろんなのかかってて、おうおう、その頃にちょうどタバのスノーとか、おうおうおう、ダイアナキングとか、おうおう、その年代やな、 そこら辺ですね。おうおう、そんなのを、おうおう、まあなんかちょっと聞いてて、おうおう、ああこれがレゲエ、なんかけどなんかその時ダンスホール言うたりレゲエ言うたり、なんなんやろな、これみたいな。そこでレゲエというかダンスホールというかそういう音楽をちょっと認識しだしたっていう感じやな。そうですね、ほんでちっちゃい頃から、まあ洋楽、まあ小学校の時だったら結構マイケル・ジャクソンとか、すげえ東京にもなんかライブとかもしてたし、映画、音楽っていうか、シンディ・ローパーだったりとか、ああいう系のちょっとポップな洋楽とか聞いてて、まあ、マイケル・ジャクソン行って、で高校とかであの MC ハマーとか、あこら辺とか行って、ほんで20代ぐらいかな、90何年ぐらいの結構ヒップホップとかちょっとハマりだして、でまあその時には夏とか、まあそこら辺とかの、まああとまあいわゆるミドルスクールあたりやな、2パックとかビギーやったりとか、まあみんな好きやと思うんですけど、あっこら辺聞いてて、でその中でちょうど夏のあれセカンドファーストぐらいですかねの時に、同時期ぐらいにあのブジがラスターに買った時、あのアルバムが出て、それをナズとブジュと、2枚 CD コード、うん、の時にレゲエとしてのアルバムを買ったのが多分ブジュバンだった。なるほど、90年代の最初の方かな、はい、京都にあったイズントイットやな。そうですね、イズントイットですね、うん、京都の木屋町がもうすごい盛り上がってて、ね、うん、木屋町通りもああいうローライダーやったりとか、もうとりあえずもう音ブリブリでウーハー積んでっていう文化がやっぱめっちゃ好きやったんで、なるほど、まあ滋賀やけど10代とか20歳ぐらい、そのあたりにまあ京都にも結構遊びに来てて、そうですね、滋賀よりまあやっぱりどうしても京都の方が栄えてるし、夜とかはまあ京都に繰り出してって感じ。その頃、90年代、まあ、前半ぐらいかな、10年前半から中頃ぐらいまで、うん、地元滋賀にはそういうレゲエを聴けるクラブみたいなところはあったんかな。
これ近くにはちょっとやっぱレゲエ、滋賀県も北と南に結構分かれてて、僕らはちょっと下の方のちょっと暖かい方、滋賀県北の方は結構寒い、こっちの下の方はまあはっきり言ってちょっとレゲエあんまりこうやってる人とか少なくて、なるほど、まあ、周り何人かはあのいたんですけど、うん、けどどっちかって言ったら北の方、なるほど、でも単純に言うたら滋賀って言ったらまあ南の方がまあ栄えてて、北に行けば行くほど田舎になるっていうイメージやけど、うん、でもレゲエをやってる人は北の方におったっていう、そうですね、なんかもうやり始めた頃とかは、うんうん、まあ、全然そういう北の人らとのリンクはちょっとなかったんですけど、まあ、そういうのはチラチラ聞いてて、うんうんうん、あの上の方とかでやってる人、レゲエやってる人が、まあ、レゲエは多いっていうのを聞いてて、長浜とか長浜彦根とかあっちの方とかで、まあ、の DJ やったらモンキーケン、おモンキーケン、はい、モンキーケンさんはもう、堀がお客さんの時からもうすでにレゲエ DJ として活動してて、名前を聞いてたという感じなんですね。そうですね、っていうかあの滋賀の人っていうのは僕知らんかったんですよ、もともとは、なんかその京都の、服屋さんに、うん、あの行った時に、うん、あのバイブスコレクティブかな、うんうん、あのシャンディアイさんがやってあるところの店 で、うんうん、でそこの北山にある店に、うん、あそういうレゲエとかのシステムテープがいっぱい置いてあって、うんうんうん、でそれで、うんうん、あのモンキーケンさんの、うんうん、あのモンキーマジックっていうテープが置いてあって、それをゲットして聞いてた、この人はやばないみたいな、結構友達と、うん、その滋賀の人とは知らずに、知らずに、いやその前にあのリミックス極道か、うん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 、リミックス極道に確かあの、うんうん、検査入ってたんですよ、その後、うんうんうん、あのそのテープ、あのケンさんのミックステープを見つけて、あこれモンキーケンや、あれ歌ってた人やみたいなで、してでケンさんをイベント、自分らのイベントに、もうほんならその段階ではもうセレクターっていうかやり始めて、いやその時はまだはっきりやってなかったんですよ、うん、その時にスペシャルハイファイっていうあのサウンドシステム、うん、ケンさんもあのセレクターやったダブとかも持ってはるんで、そのところとかもあんまりそのサウンドシステムのこととかも疎くて、うんうんうん、どういうもんなんやろみたいな、でほんならったらその当日にセットガーン持ってきて、うんうん、俺らの地元に持ってきてくれて、それは滋賀のクルーっていうことやな、スペシャルハイファイ、スペシャルハイファイ何年ぐらいから活動してたんやろな、東京だ、その時あんたマッドメディア、マッド京都の、あマッドメディア、はい、その時は来てくれてたんかな、確かやっぱクラブがないから、うん、でかいビリヤード場みたいなのを借りて、でそこにセット入れてもらって、うんうんうん、その段階で滋賀でもうすでに活動してたレゲエのサウンド、もしくはレゲエのアーティストっていうのはモンキーケン、まあ、スペシャルハイファイも滋賀のサウンドっていうことになるんかな、そうですね、ほんで後々あのブレージングジャム、おーブレージングジャムのピン君が、ピン君がちょっと、うん、あのその頃どこにいてあったと、そのどこに所属してたかっていうのがちょっとあブレージングジャムだけじゃないんか、ブレージングジャムの前身が、うん、スペシャルハイファイやったんかどうかっていうのがちょっと僕もちょっと定かじゃないんで、そこから堀がセレクターをやり始めたきっかけと時期っていうのはいつぐらいなの、98年9年とかちょっとあれなんですけど、まあもともとその地元であのそういうレゲエ好きなやつが集まって、まあなんかそのレッドボールっていう名前で最初始めたんですけど、ほぼほぼ遊びで自分らでこのやっぱプレーする場所がなかったんで、もう地元のいろんな箱を借りてイベントして、でその時に滋賀県に1個だけムーブっていう、おおムーブ、はいはいはい、クラブな、はい、クラブムーブって多分滋賀県ムーブだけが一応このクラブとして認識されてる、まあ、ムーブぐらい、そうやなムーブぐらいしかなくて、でもう他はライブハウスを借りて、うん、みんなその、うんうん、イベントをやるっていうクラブイベント的なことをライブハウスでやるってことやな、ね、もう本田滋賀ではムーブがほぼ唯一のクラブと言っていい、ムーブですね、もう唯一のもうやる、もう大津市内やな、大津ですね、そうやな、うん、まあ、北の方にはあったんかもしれないですけど、その僕らもあんま
北の方とか行ってなかったんでちょっと分かんないですけど、はっきり分からないですけどな、その、レッドボールの時にはもう堀もレコード回してたっていうことやな。そうですね、やっぱ喋りたかったんで、やっぱり MC してやってたんですけど、はい、その頃によく一緒にやったサウンドとかはいてるんかな。その時は他のサウンドと一緒にやったりとかはしてたんかな。滋賀県やっぱりそんなにいてなかった、まあ、プレイヤー自体が全然いてなかったっていうことやな。そうですね、うんうん、で、まあ、一応その地元にうん、ハンプバックって、そうハンプバックっていう DJ がいてて、うんうん、その頃が、うん、結構イベントなんかやったりとかしてて、うんうんうん、DJ っていうのはヒップホップの DJ、 あ、じゃないです、歌い手の DJ、 の DJ 90年代後半ぐらいか。そうですね、後半ですね、後半2000年ハサミぐらいですかね、うん、だから多分その頃に、うん、多分レイジ、うん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 、結構やっぱストリートスイーパーとかガンガン、まあ、この辺かけてたと思うんで、うんうんうん、これもムーブの近所やな。ムーブのもう同じストーリー、同じ通りですね、うん、で、まあ、そのレイジがちょっとできる前ぐらいに、うんうん、タクゾー君、うんうん、それ僕ちょっとタクゾー君のね、ちょっと話していいですか。タクゾー君のやっぱね、タクゾーはね、やっぱね、結構僕はやっぱ食らったんですよ。その頃に俺が一緒にやってた、そのレッドボールってやってた相方がジャマイカに行って、その頃にはもうタクゾー君向こうでプレーしてたのかな。で、関東のセレクターの人やったと思うんですけど、でその人とその相方が仲良くなって、日本人でジャマイカでプレーしてるやつがいるみたいな、タクゾーさんって。でそのタクゾーさんを見に行ってんけどな、その時ファイアリンクスと一緒にやってたんやけど、ファイアリンクスよりヤバかったって言ってて、ほんでそれを帰ってきて、あの相方がおい、ファイアリンクスよりヤバい日本人がいるぞみたいな。毎日のようにやってたんですよ。ここはもうレゲエ箱や、ダンスホールやってるんで、もう嬉しくてしょうがなかったな、それ。でもシステムも入ってるし、サウンドシステムも入って。でその頃とかにちょうどそのサウンドシステムってやったら、まあナインボールにも結構食らってたんですね。で多分その頃にブレージングジャムも立ち上げぐらいやって、でよくナインボールとブレージングジャム。そうやな。ジャンバレットもめっちゃ人すごい持ってて、やっぱり地元と山品かな、地元がもうやっぱりその山品の悪い子らがもうすごいジャンバレットをサポートしてるみたいな。京都の南部の方になるんですかね、うんうんうん、でなんか南部連合っていうなんか名前で、キングアッシュラーと、あとで彼らがもうとりあえずもろそのパサパサのスタイルを日本にがっつりもう持ってきて、あれはやっぱ滋賀で一番こう全国に結構名前知られてたレギュラーのまあイベントですね。あとやっぱりまあ今日呼んでもらってあれなんですけど、やっぱりオバピー君、